レミゼラブルルクト融合前回の続きからです司教の部屋のうちには寝台の枕元に小さな戸棚が一つあったマグロアールはその中に毎晩6組の銀の食器と1本の大きなサジュトをしまった。 戸棚の鍵はいつもつけっぱなしであったことは言っておかなければならない公園は前日のかなりみすぼらしい建物でいくらか損なわれていたが池の周りに放射している十字に交わった四つの道がついていたまたもう一つの道は囲いの白壁に沿ってその周りに走っていたそれらの道は 紅葉樹で囲んだ四つの方形を作っていた。その三つにマグロワールは野菜を栽培し、残った一つに司教は草花を植えていた。またそこここに数本の果樹があった。マグロワールは一度、一種の穏やかな皮肉の調子で彼に言って、 旦那様はどんなものでも利用なされますのにこれはまた地面を無駄にしていらっしゃいます花よりはサラダでもお上になった方がよろしいでしょうに司教はそれに答えたマグロワールそれは考え違いだよ美しいものは有用なものと同じように役に立つものだそれからちょっと言葉を切ってまた付け加えた いやおそらく一層役に立つだろう三つか四つの花壇でできているこの第四の区画はほとんど書籍と同じくらいに司教の心を捉えていた木を切ったり草を取ったりあちこちに地を掘って種をまいたりしながら喜んでそこに一二時間を過ごした彼は演芸家のように 虫を摘視することがなかったその上何ら植物学に対して試験を有しなかった類別や分類などを知らなかったまた少しもトゥールヌフォールの方法と自然栽培法とのいずれかを選ぶこともせずホウと使用とのいずれかを取ることもなく 紀州と輪廻とのいずれかの説を取るということもしなかった彼は植物を研究することもせずただ花を愛した学者をも甚だ尊敬していたがなお一層無学者を尊敬していたそして決してこの両者に対する尊敬を失わないで夏の夕方など毎日青く塗ったブリキのじょうろで 花壇に水をやった家には錠を下ろされるとは一枚もなかった前に言ったように石段もなくすぐに街道の広場に出られる食堂の戸口は昔の牢屋の戸口のように錠前と缶抜きとが付けられていたが司教はそれら一切の金具を取り除いたので。 戸口は昼も夜も夜でで閉められるばかりであった通りがか,かりの人でも何時たるを問わずただそれを押せば開くのだった初め二人の女はこの締まりのない戸口を大変心配したが司教は彼女たちに言ったもしよければ自分の部屋に缶抜きをつけさせるがいい でついに彼女たちも彼と同様に安心しまた少なくとも安心した封をするようになったただマグロアールだけは恐ろしがった司教の方は彼が聖書の余白に自ら書きつけた次の産業の句にその考えが説明されもしくは少なくとも示されているここにその微妙なる意味あり 医師の戸は決して閉ざさるべからず牧師の戸は常に開かれてあらざるべからず医学の手理と題する他の一冊の書物に彼はもう一つ文句を書いていた世もまた彼らのごとく医師にあらざるか世もまた世が患者を有す 第一に彼らが病人と称する彼らの患者を世は有し次に世が不幸なる者と呼ぶ世の患者を有するなり他に彼はまた記した何時に宿を求むる者にその名を尋ねべからず自ら名乗るに心苦しき者こそ特に避難所を要する人なればなり ある日のことたまたまクールーブルーの司祭であったまたはポンピアリーの司祭であったかちょっとわからないがある立派な主任司祭が多分マグロワールに説かれてであろう司教に次のようなことを尋ねてみた誰でも入ろうとする人の意のままに宙や戸を開いておくことはある意味において軽率な振る舞いとはならないと信じるのであるか。 そしてまたかくもしまりのない家のうちに何か不幸なことが起こりはしないかを恐れないであるかすると司教は厳かにしかも優しく司祭の肩に手を置いていった神が家を守ってくださらなければ人がいかにそれを守っても無益ですそれから彼は帰り見て他のことを言った 彼はよく好んでこんなことを言った竜騎兵の隊長の勇気というものがあるように牧師の勇気というものがあるまた付け加えて言ったただ我々牧師の勇気は静かなものでなければならない7クラバット 線省いてならない一字を述べておかなければならないそれはティーヌの司教がいかなる人物であったかをよく示す事柄の一つだからオリウールの教事を荒らした山賊ガスパール・ベスの一帯が瓦解した後その狩猟の一人であったグラバットという者が山中に逃げ込んだ彼は ガスパール・ベスの仲間の残党であるブライノトとともにしばらくニースの伯爵寮に身を潜めていたがそれからピエモンの方へ行きそして突然フランスのバルスロンネットの方面に現れたジューグドレーブルの洞窟に身を隠してそこからユベエおよびユベイエットの谷合を通って村落の方へやってきた。 アンブロンまでも出かけてゆきアルバンなどは大街道に侵入して聖望の品物を奪い去ったその略奪はその地方を悩ました憲兵をして追跡せしめたが無益であった彼はいつも巧みに脱し時としては猛烈な抵抗を試みた実に不敵な悪感だった その教皇の最中に司教がそこへやっていった。巡回をしていたのである。シャストラルで村長は彼を訪れて道を引き返すように努めた。グラバットはある種及びその向こうまで山を占領していたのである。警護の人を連れてもなお危険であった。 三四人の不幸な憲兵をいたずらに危険にさらすのみだった。それですからと司教は言った私は警護なしに一人で行くつもりです。そんなお考えをと村長は叫んだそう考えているのですって私は絶対に。 憲兵をお断りします。「そして1時間後には出立するつもりです」「ご出立出立します」「お一人で一人で?」「学科そんなことをなされてはいけません」「あの山の中には」と司教は言って ごく小さなな哀れな村があります。もう3年この方そこを見舞わないでいます。皆私の善良な友達です。穏和な正直な羊飼いたちです。飼っているヤギのうち30頭につき1頭を自分のものにしています。彼らはいろいろな色のごく美しい毛糸ひもをこしらえたり、または6つの穴のある小さな笛で 山の歌を吹きます。時々は彼らにも神様のことを話して聞かせなければなりませんものを怖がっている司教のことを聞いたら彼らは何と申すでしょうもし私があそこへ行かなかったら彼らは何と申すでしょうけれども閣下山賊がもし山賊にお出会いなされたら いや。と司教は言った。それも考えています。ごもっともです。山賊に出会うかもしれません。彼らもまた神様のことを話して聞かせられる必要があるに違いありません。ですけれども彼らは徒党を組んでいます。狼の群れでございます。村長殿。 イエスが私を羊飼いにされたのはまさにそれらの群れの羊飼いにされたのかもわかりません。誰が神の定められた道を知りましょう。閣下彼らはあなたの持ち物を奪うでしょう。私は何も持っていません。あなたを殺すかもしれません。 対もないことをつぶやいて通ってゆく年老いた牧師をですかバカなそれが何になるでしょうあそれでももしお出会いなされたら私は彼らに貧しい人々のための施しを求めましょう閣下どうか行かないでくださいお命に関わります村長殿 と司教は言ったちょうどそのことです。私がこの世にいるのは自分の命を守るためではなく人々の魂を守らんがためです。彼のナスに任せるよりほかはなかった。彼は案内者になろうと自ら申してた一人の子供だけを伴って出立した。 彼の頑固はその付近の人々の口に上がりそして非常に人々の心を痛めた彼は妹をもマグロアールをも連れて行こうとしなかった彼はラバの背に乗って山を通り誰にも出会わず無事に彼の善良な友たる羊飼いたちのもとに着いたそこで彼は信仰を解き をを取り物を教え、道徳を解きなどして15日の間とどまっていた出発の迫ってきた頃彼は正式をもって讃歌を歌うことにした彼はそのことを主任司祭に話したしかしいかにしたらいいか司教の装具なんか一つもない村のみすばらしい聖帽と平紐で飾られた りの古い擦り切れた二三の宝糸が使用し得られるすべてであった。何と司教は言った。司祭さんやはり改修に参加のことを伝えておきましょう。どうにかなるでしょう。人々は付近の街道を探し歩いた。 付近の教区のすべての立派なものを集めても大街道の一人の合唱大長の適切な衣装にも足りなかった。